広島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。ちょっとその前に、先日テレビの取材がありまして、そのテレビの中で営業日が火曜と土曜という感じでご紹介されてたので、本当にその後電話でのお問い合わせが本当に本当にたくさんありましたが、ですね、正しくは火曜土曜11時から17時臨時休業ありということで、7月8月は本当に月に 3,4 回しか空いてないという幻の店と化しております。ですね、ブログやフェイスブック、LINE アット、ツイッター、いろんなところで営業日をお知らせは、出しております。基本的にこんな感じでチラシや、いろんなところに出した営業日は、急にお休みしますとかいうことは一切してないので、安心して、日にちをチェックして、ご来店いただけると助かります。はい、さてさて、もうすっかり夏休みに入りましたので、子どもたちと一緒にできる、ヘアゴムをご紹介したいと思います。では早速どうぞ。早速やっていきたいと思います。まずこのピンクと茶色のビスケットがあるんですけど、どちらでも大丈夫です。はい、そして、この上にいろんなものをこう乗せていきたいと思うんですけど、この辺は本当にもう無限大です。いろんなパターンをちょっとこうこの辺に出したいと思いますが、どんな風にしたいか、これはもう本当自由です。そして、いつものようにボンドを用意します。このままこうパーツにつけてもいいんですけど、ちっちゃなパーツなんか、ちょっとつけたり、このままつけると手についてしまうので、こういった感じの小さなお皿にむにゅっとこう出します。はい、そして、爪楊枝を用意して、こうボンドをちょっとこうちょろっとこんな感じで取ります。はい、そして、この小さなパーツの裏側にこうピューっとつけて、はい、そしてこんな感じでペタッと貼っていきます。で、同じようにこうボンドをピルッと取って、こういうパーツの裏側のところにボンドをつけてペタ。このボンドのいいところはすぐに瞬間接着剤みたいに乾かないので、ちょっと位置が違うなと思えばちょっとずらすことができます。こうズルズルっと、はい。そしてなんかちょっとこれだけじゃ寂しいなと思う場合は、ちょっとでっかいリボンをお花をこうペタッと貼ったりなんかします。こんな感じですね。ビルビルってやって、はい、こんな感じで、はい、ちょっとすごい派手になりました。クマちゃんが、はい、派手なクマちゃんができました。はい、これはしっかりしっかり本当は乾かしていただくんですけど、どんどん次に行きます。こちらヘアゴム、モコモコヘアゴムですね。で、ここに継ぎ目があるんですけど、ここの継ぎ目をこのプラスチックのこんなパーツがあります。ヘアゴムのセッティングなんですが、こんな感じで中に通して、はい、入れてしまいます。そして、この部分、この部分のこの平らな上の部分にですね、先ほどのボンドをこうシュッシュッとつけます。シュッシュ、はい、はい、つけたら、乾いていたらこんな感じでペタッと裏側に貼ってください。ギューッと押さえて、これはしっかり乾かしてください。おー、よいしょ、ですね。はい、これで、はい、クマちゃんのヘアゴムが完成です。こんな感じで出来上がりました。ちょっと大人には考えつかないような発想で、子どもたちがペタペタ接着剤で貼るだけで、個性的な世界に一つのヘアゴムができると思います。ぜひぜひ、お子さんと一緒にチャレンジして手作り楽しんでみてください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。
今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましても、こんなの入れてほしいとか、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸作家店レチェの向田でした。